私立上県の西村です今週はですね、えー、報道しない自由とロシアによるウクライナ侵攻というタイトルでお送りします、えー、ご承知のように、えー、2月の24日に始まりました、えー、ロシア軍によるウクライナ侵攻はですね、えー、もう今それで世界中がてんやわんやという状況になっています、えー 連合国国連がですね、えー、安全保障理事会で、えー、ロシアの,その行動を止めるような決議をしようと思ったらですね、えーまあ、当然、ロシアは、えー、常任理事国としてですね、えー、拒否権を行使してその決議は採択されません。えー、そして、えー、さらに、えー チャイナはですね、えー、その採択をししました、まあ、同時に実はインドと、えー、今その常任理事国になっている UAE もですね棄権、えー、をしました、まあ、いずれにしてもですね、えー、常任理事国であるチャイナが棄権をして、えー、ロシアが 当然自らを非難する、えー、採択に脳、えー、を突きつけるわけで連連合国連はです、ね、全く機能しなない状況になっているわけですでこれがですね実は、えー、日本人がですね一番考えなければいけない本質がここにあるわけであの報道しない自由ということで。 申し上げますと、あおかげさまであの、えー、先週発売になりました、えー、この本なんですが、えー、まあ売れ行きは非常に好調だとお出版社の方から連絡があ入っています。えー、まあそれはいいんですが、問題はですね、その、えー、今回のおロシアによるウクライナ侵攻をですね、えー、まあ日本でも報道しているわけですね。えー、非常に多く 報道されています、えー。オミクロンがすっ飛びましたね、完全にね。えー、オミクロンがすっ飛んじゃって、もう朝の情報番組から始まってですね、えー、深夜まで、えー、ウクライナ情勢をまあ刻々国,国変わりますので、と、えー、おまけにあの、えー、2月の下旬からですね、プーチンプーチン大統領が、えー 抑止力の,その専門部隊への警戒体制を高めたというそういうことを発表したわけでそれは要するにどういうことかというと核兵器を扱う部隊への戦闘準備を命令したということと同じ意味を持つわけですね。ということで事態はますますその深刻になってきているわけです。戦術核というですね 体育館弾道弾とは別にですね、えー、要するに射程が短い、えー、ミサイルなどで、えー、核兵器を使うというそういう用意もあるでそれがまあ核を使った恫喝で脅しであるということで、まあ、そのプーチン大統領の言葉に対してもですね世界中からまあ非難が。 あ飛び交っているそういうい状況ですそして、えー、ご多分に漏れず日本でもですね、えー、いわゆる核兵器に反対する団体があすぐ声明を出したりしました。でそれはそれでいいんですが、うん、しかし問題なのは核による恫喝を行ったことは えー、被爆国として許せない、まあ、これはあの岸田総理大臣の、えー、国会答弁の中でもそういうことは出てきてるわけですねと、えー、りわけ広島出身であるということを岸田総理はおっしゃったしかしですね核兵器による恫喝はこれ何も今回のプーチン大統領が初めて行ったことではないわけですね。 去年の8月にですね、すでに中国共産党が、中国共産党の公式メディアではありませんが、えー、YouTube 上でですね、えー、人民解放軍の元軍人のグループがですね、えー、YouTube に上げた動画で、えー、日本を核攻撃するという動画を上げているわけですね。でなんで その動画に対して誰か政治家が非難をしたという言葉は私聞いいたことないんですね、まあ、私のような立場にいる批評家ですとかあるいは、えー、軍事ジャーナリストそういう人たちで、まあ、そういうものを見つけた人はこれは非常に危険な兆候だと声を上げたりさまざまなメディアで、えー、その事実を報告していますが。 ほとんどの日本人は知らないですというのは、えー、まさに報道しない自由を既存メディアはその報道しない自由という情報統制を行っているわけですね。でもしそれがですね NHK が7時のニュースでその映像をですね紹介しながら中国共産党はこういうことを言ったと。 ということをたとえ30秒でも紹介したらですねところがそれが行われていない、まあ、今回は実,その実際、えー、ウクライナへの理不尽なです、ねえー、非常にまあ暴力的な侵攻が行われたという事実があるのでその上で プーチン大統領がそういう発言をしたということでまあ問題になっているんでしょうが、えー、昨年8月の中国共産党人民解放軍関係者によるその YouTube の動画というのはですねものすごい数の再生数があったわけです。そそしてなぜその動画を 発表したかというと7月末にですね、えー、当時の菅政権のですね防衛担当副大臣の中山康秀さんなかなか立派な議員なんですが、えー、米国のシンクタンクのシンポジウムの中で、えー、日本は 台湾が中国共産党の脅威にさらされたときに、えー、自らの安全保障としてそれを考えるという発言をしたわけですね。そしてそのちょっと前に、えー、麻生副総裁がですね自民党の、まあ、今は副総裁ではありませんが、えー、これはあ,のある 会合の席上で、えーまあ、公のコメントとして、えー、台湾侵略は CCP による台湾侵略は日本の安全保障上の危機になると集団的自衛権に関わる問題だということを発言しているわけです。そして中山防衛副大臣の アメリカのシンクタンクでのそういう発言もあったわけですね。でなおかつその後に岸防衛大臣がですね、えー、麻生副総裁や中山副大臣の発言は政府見解なのかという質問をですね、えー、受けた時にそれは記者会見ですが、えー、その時岸防衛大臣は政府見解であるとはっきり述べたわけですね。しかしかそれは 大きく報道されたでしょうか非常にこれ普通だったらばトップニュースで伝えられるべき話題にもかかわらず一応伝えていても小さなニュースとして伝えているだけでほとんどの日本人は安全保障ですとか軍事ですとか。 でそれが外交にどうつながっているかということに全く無頓着なのでなんか専門分野でそんな話をしてるなというそんな印象しか普通の人は受けないんですね。つまりそこでも情報操作が行われたってことです。これですそれも報道したんだけど報道しない自由を日本のメディアは行使してるわけですね。でその目的は何かかとう明らかに 中国共産党が日本に対して核の恫喝を行ったという事実をなるべく矮小化して目立たないようにするための報道姿勢だったわけですねつまりそこで情報統制が行われたということなんですそしてその去年の出来事が実は今年の2月24日に始まりました ロシアのウクライナ侵攻と全くリンクしているわけですねそしてそういう解説が既存メディアでは報道されないなぜリンクしているのか今中国共産党は虎視眈々とですねじーっと見ているわけですね アメリカの対応はどうなるのかそのロシアの侵攻に対してそして西側諸国はどう反応するのかまあ具体的に言えば NATO や EU がどうロシアに対峙するのかそしてロシアの軍事作戦がどうなるのか注意深く見てるわけですねそれでもしプーチン大統領の戦略通りにですね2日間でキエフが 落ちたとすれば2月26日に落ちていたわけでそうなった時にはその時点でウクライナのゼレンスキー大統領が罪人として裁かれたりあるいは政府から追放されるそういうようなことになるわけですね。ところがプーチン大統領のその電撃 的なですね、えー、速攻作戦というものがうまくいかない。でなぜな、なぜなのか、それも断片的な情報から日本人は知ることができるわけですね。ウクライナで多くの一般市民が銃を取って一緒に戦ってる。軍隊は陸軍は強いですけど、そんなに数が多くない。今 ウクライナを包囲していいるる万近いロシア軍の方がはるかに多いわけですねしかし補給が伸びてしまって補給路がです、ねえー、うまくいかない侵攻、えー、してもです、ね、頑強な抵抗に遭う陸軍の、えー、対戦車ミサイルを含めたです、ねえー、でしかもそれが軍人だけではなくて民兵組織あるいは国土防衛隊いろいろな防衛組織があるんですがそういうところに志願して一般市民があ 戦ってるわけですねえそこで、えー、プーチンの目,通り目,目論み通りには事態は動いてないわけですね。でその状況でなんとロシアに対して制裁に加わらないだろうとまあ表向きは加わると言ってもですね、えー、一番大きな 経済制裁になる国際金融システムのですね SWIFT からロシアの銀行を排除するということにドイツは加わらないだろうと見られていたわけですねところがドイツも加わったドイツにしてみればロシアからの天然ガスでエネルギーを賄っているわけで自分たちのエネルギーをそこで遮断 するかもしれないといとうですねそういう自らの痛みをですねえ背負った形で EU ないし NATO 諸国と連携したわけですねでそういう情勢になってえどん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 そのロシアの目論み通りにはいかなくなってきているそういう状況でそして冒頭申し上げたように戦術核を戦術的な核兵器ですねえそれを 使うということをほのめかし始めたというのは今の状況なわけです。で今後だから、えー、全く刻一刻自体が動いてますので、えー、この収録が三月一日に行われてますが、えー、放送配信されるときにですねどうなっているか全く予測が立てられないわけですね。す、え、で、ー、にも今の状態でもキエフにまたロシア軍が大挙 包囲をしているという状況でこれから総攻撃が行われるかもしれない東部地区ではですね実際に、えー、無差別の攻撃が行われて軍事施設だけではなくて一般市民もおどんどん負傷したり死んだりしているわけですねそういう状況に今なっている。そこでプーチン 判断力を失っているとかです、ね、そういう、まあ、情報までいろいろ出てきているわけですがここで何らかの形でやはり停戦に持っていかなければこれは絶対まずいことにな,なるわけですね。でそのためにどういうことが考えられるのかということをですね、えー、この後また引き続きお話ししますが私は一番申し上げたいのは安倍総理大臣がですね元総理が、えー フジテレビの日曜日の番組に出た時に橋本徹さんも一緒に出てたんですがその時に日本もその核の共有ですねつまり核シェアリングというものを考えるべきなのではないかそういう議論をすべきだということを言ったわけですねでこれは北朝鮮が核実験をやった2006年の後に中川翔一さんが日本も非核三原石の見直しを考えるべきだと言ったわけです ことががあったんですがそれ以来の日本の政治家のまともな発言だったわけですがそれをですね、えー、打ち消すようなことを岸田総理大臣が発言しているわけです。でその内容の意味がどういう意味なのかそれもまた報道しない自由を行使して全くその安倍総理の発言の真意をですね 解説する記事っていうのはないわけですね。というか、むしろあまり大きく扱わないんですね。大きく扱うと、普通の日本人も気づいてしまうからですね。ですから、二チャンネル作った。広げがフランスで。日本も核兵器持つべきな、なんじゃないかっていう。ことを。言ったりしてるわけですね。で、そういう。声が出るのを防ぐために。やはり、そこでも情報統制が。行われているわけです。 ということで後半いきます。